はい。おかけ情報局のハリネです。b ー,ーストメインストリームリリースおめでとうございます。もう昨日からもうあのー、先行リリース始まって MV もリリースされてもう最高なスタートが切れてもう本当に興奮冷めやらないあのー、2日間過ごしているんですけども 今週もはリリース集ということで、ラジオ出演もかなりたくさんしていますので、少しラジオの出演についてお話ししたいと思います。今日もですね、8本ほどコメント出演やゲスト出演をしてたんですけども、今日多く語りたいなと思ったのが、ご両家とジュノンが出演していた JWave Step 1こちらのお話ししたいと思います。 も私あの、ビーファースト全員大好きなので、どのペアも大好きなんですけども、特に両教師としては、やっぱりジュノーンと両基の二人のペアはもう本当に特にこう胸厚でして、今回二人でお話があったんですけども、とってもあの、ほっこりして、あの、良かったので、みんなに共有したいなと思ってお話しさせていただきます。あの、 こちらの番組は、あの、サッシャさんが、あの、の番組なんですけども、先日も、えー、雑誌オッチで対談もしていた通り、もうビーファーストになってからも何回もゲストで呼んでくれたりして、もう関係性もできている中でのゲスト出演でしたので、とってもあの、和やかに、あの、進んでいたかなと思います。で、もう冒頭の自己紹介の部分なんですけども、ジュノンが、まず、 最近、ビーファーストのりょうきくんにハマっている、ビーファーストのジュノンですって自分のことを自己紹介して、で続いてりょうきが、最近、ビーファーストのジュノンくんにハマっている、ビーファーストのりょうきですって、もう冒頭から、もうジュノン料推しにはもうそっと推しそうになるような、もうかわいい挨拶から入ってですねで、サッシャさんが、え、どういうことみたいな感じで突っ込んでたんですけども、もうそれがなんか、あの、 どこにハマってるのとか聞かれていて、で、さっささんからの質問にジュノンがですね、あの、漁期の、やっぱりこう、まっすぐで、まっすぐな姿勢を見ると、もう面白いまで行きますねって、笑いながら言ってて、もうジュあの、ジュノンに対して両期も、え、それバカにしてんじゃないとか、突っ込みながらも、両期は両期でこ、ジュノンの、あの、面白いところっていうか、ハマっているところっていうのは、こここんなに、 ふわっとした見た目なのに、こうどこまでもストイックに自分を突き詰める、その姿がもはや面白いというまでというふうに話をしてたんですけども、も笑いながら冗談交じりでお話ししてたんですけども、もうビーファーストになってからいろんなインタビューで、こうジュノンはずっと良期のことをこう性格がまっすぐって言い続けてますし、もうは良期でこうあのふわっとした見た目だけども、こう芯が一本通ってる っていうふうに、ジュノのことをよくお話ししているので、あの、もうずっと長く一緒にいる二人の関係性、思っていることっていうのが、もう、2年前からも変わらないんだなと思って、その辺もとってもほっこりしました、はい。あとは、あの、コーナーでですね、あの、紹介する、歌を紹介するコーナーがあったんですけども、そこの中で、あの、両基は、 バウンディさんの曲を紹介してたんですけどね、えー。そのバウンディさんの曲は実はあの、ザ・ファースト時代にも仲良くしてて二人であのドライブとかも行っても一日中バウンディさんの曲を聴きまくっていた。 ドライブしながら聴いていて歌いまくってたみたいなお話があって、で、一年越しに、えー、フェスでバウンディさんを見れて、もう一緒にもう肩を組んで、もうちょっと半泣きになりながら、あのー、ヘッドバンキングしてたっていうようなですね、あのー、エピソードなどもお話ししてくれて、とってもあのー、面白い内容でした。 もちろんそれ以外にメインストリームにかける思いであったりとか MV のお話とかもこう面白おかしく話してたりあのしましたのでまだもし聞いてないよという方がいらっしゃいましたらあのラジコで聞けるまだ一週間ぐらいは聞けると思いますのでぜひ聞いてみてくださいあの地域外の方はラジコプレミアムに入っている方は聞けると思いますのでぜひお聞きいただければと思います あと他にも、今日あの、えぇ、ー、ソタが出演していた、あのー、番組、もう、の、ゲスト出演していた番組でも、かなり深掘りして、ジェネージですかね。かなり深掘りしてお話ししてましたので、まだ聞いてないよという方は、ぜひあの、聞かれたらいいと思います。お母さんのお話とか、結構してたりとか、あの、しましたので、とても面白かったです。ぜひ、聞いてみてください。 はい。続いては、えっと、9月13日水曜日。今日も、えー、っと、コメントやゲストで5本ほどラジオに出演しますので、そちらのお話、情報をお伝えしたいと思います。まず、15時ごろに、d f m レッドはい。こちらに、ジュノンがコメント出演されますで。4時から6時の間、A ステーション、 グッドニューキョー w こちら、レオがコメント出演します。で、17時50分から18時、f m ファイ5毎日ザキヤマ。こちらは月曜日から木曜日まで、レオがゲスト出演しています。あのー、ほとんど野球の話だったりするんですけど、めちゃくちゃザキヤマさんとレオのやりとり面白いので、おすすめです。 短い番組ですし、とても聞きやすくて楽しいです。で、22時台、こちら FM 富士4000ミルク、とマナトとレオが生出演されます。と四千頭身のつづきさんは、あの、以前、えー、あの、ご自身のラジオで、あの、レオと一緒にマジカルラブリーの野田さんのジムに行ったお話、 このお話とっても面白かったので、あの、その関係性もあった中でのゲスト出演なので、その辺も、関係性も見えるのかなと思って、すごく楽しみにしています。はい、そして、22時から24時、こちら CBC ラジオ、酒井直人のラジノート、こちらはジュノンがコメント出演されます。もうたくさん、あの今、今週はラジオ出演ありますので、あの、 いろいろ聞いていきたいなと思います。えっと、12日のものに関しましては、えあの、ラジコのリンクは、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、あの、ご覧いただければなと思います。では、おっかけ情報局のハリネでした。リリース集楽しみましょう。ありがとうございました。